ワンゴールキーパー特別編。よろしくお願いします。さあ今回はですね、元日本代表の岩本照夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。本並さん、どうも。はい、どうも。だって岩本さんはもうだって本並さんとはもうだって現役時代からバリバリ一緒にね、そうですよね、やられて。でも昔からこんな感じなんです。あ、そうなんです。変わらず関係性はあってっていうことで、はい、優しいお兄さんって感じです。岩本さん、 J リーグ開幕時からもうバリバリプレーされてたと。あのね、 J リーグ開幕が1993年だったんですよ。はいはい。で、僕なんかベルマーレは1年遅れで94年から入ったんで、まあでも初期ですよね。なるほどなるほど、はいはい、94年から、はい、その時って、一緒にプレーされてたキーパーの方はどなたになるんですか？ベルマーレの時は小島伸幸さん。あ、小島さん、今 NHK で開催されてる。はいはいはい。だから日本代表もされてましたね。はい、小島さんは本並さんと一緒で外国人みたいでイケメンでしたよ。いや、おじいちゃんみたいなやつ。いや、現役の時はすごいもうかっこよかったんですよ。はいはいはい、はい。そのキーパーとしてはどういうキーパー？いや、もう身体能力高くて、まあ、本田さんに言えば分かるんですけども、190ぐらいあったし、なかなかあの時代はいなかったんで、うん、あ、そうなんですか。はい、すごい素晴らしいキーパーでした。キーパーの方ってのは基本的にすごい体が大きいイメージなんですけど、今はですよ、はい、昔はそこまでではなかったんですよ。あ、そうなんですか。本田さん185ぐらいですか？183ぐらい、僕平均僕ぐらいです、大体ですね。今で言えばね、もうヨーロッパとかね、うん、みんな2メーターぐらいです。2メーター近いです。日本も2メーターぐらい出てきましたから、ね、やっと。J リーグの中では5チーム、ね、渡り歩いていったということですけども、はい、うん、いろんなキーパーの方がこう対戦されてると思うんですけど、うんうん、特になんかちょっとこのキーパー結構ちょっとこうやりづらかったなとか。いろんな選手とやらせてもらったんですけど、奈良崎聖剛はなんか入る気しなかったですね、あそこだけは。ちょっとしたポジショニングのズレっていうかね、うん、はい、普通だったらこっちからボール蹴るときは壁がこう立つじゃないですか、はい、キーパーこの辺立つんですよ、はい、端に、はい、それ超えるが結構入る感覚するんですけど、はい、ちょっともう1メーター50センチこの微妙なとこ立つんですよ。両方とも行かれちゃうな。ここはちょっと蹴りづらいなっていうのがありましたけどね。あれ、楢崎選手も一緒にグランパス時代にプレーされてたんですよね。そうですね。まあまあほとんど僕も半年1年ぐらいしかいなかったんで、まあその前はベガルタ時代とかは試合やってたんで、うんうんうん、よくそれは思ってましたね。これだから2000年に今度ヴェルディ川崎で本並さんと一緒にこうやられてたわけですけれども、うん、はいはい、その時っていうのはどういった関係性だったんですか？代表で一回その前に一緒になってて、うんうんうん、まあ話はしてたんで、はいはいはい、まあそんなり。本並さん優しかったですよ、すごい、うん。あ、そうですか。でも俺監督と揉めてすぐ辞めたんですよ。いや本当に。あ、そうなんですか。一応その前にフロンターレいたんですけど、はい、ちょっとその時海外行く予定が、はい、ベルディってたまたま練習試合やって、はい、フロンターレ時代に、はい、いや、ベルディ来いよっていう。はい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 、本並さん仲良かったですか、兄さん。仲は良かった。あ、いいね。はい、それでいいな。それでなんかすごい駆動かれて入ったんですけど、はい、まあ入って1週間ぐらいしたら、はい、いやちょっとこれ違うかなって言って、もう5月で揉めて辞めました。はい、あ、なかなかじゃあ結構早期に。もう速攻ですよ。速攻ですよ、ね。残りの8ヶ月は給料もらえなかったですから。そうか、おらんかったっけ、早々に。いや、まだタケちゃんが最初辞めたじゃないですか。それでその後僕5月の終わり社長に言って、僕辞めますって、もうお金もいらないから辞めますって辞めちゃったんです。それその時本並さんから見てても、あ、ちょっとなんか怪しいなとかって合わないの合わなかった。でもあの時にちょうどベルディ入れ替わってた時期だったんで、そう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 、ああいうパスサッカーじゃなくなったんですよ、もう完全に色は、はいはいはい、合わないだろうなという感じはあったんですけど、結構気象的にこう見えてちょっと激しい気象を持ってるんで、いやいや、かなり激しいんですよ。可愛い感じありますけど、いや、今日もバッチリライダー決めてます、はい、もうバイクでも激しいやと思いましたもん。バイクでも来ちゃってますよ。レフティを極めた練習法なんかもね、はい、今日ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、何かこう特殊な練習とかありました？実際僕多分右利きだったと思うんですよ。で、小学校1年からサッカー始めたんですけど、はい、親戚の兄貴に教えてもらって、はい、で左に多分直されたと思う。だから足以外全部右なんですよ、手も書くのも。え、それってこうなんか分かんないですけど、こうやりづらかったりとかしなかったんですか？小さいからあんまり覚えてない、自然にそのまま左利きになってました。それはなんでレフティにした方がいいっていうふうに言われたんですか？何にも聞いてないです。聞いてない。あ、もう気づいたら気づいたらもうレフティだったってことですか、はい、どうなんですか、本並さん、キーパーから見て、はい、そのレフティってやっぱりちょっとこうフリーキックの時とかにちょっとなんかこうどっちに飛んでくるか分かんないなとかっやっぱ癖ありますよね、レフティの人って独特のリズム持ってるし、あ、キックの質もやっぱ違いますよね。僕もちなみにレフティですから、うん、あ、本並さんもレフティ、もう右投げです、しかも。え、同じタイプです、完全に。蹴りだけは左、蹴りだけ左です、あと全部右です。え、本並さんはなぜレフティーになられたんですか？わかんないです。いや、なんでレフティーになる人はそれも気づいたらなってる。もうわかんないんですよ、みんな。
まあ、でも山本さんはねこう日本代表になって、うん、しかも10番、うん、これをねこう任された時があったと思うんですけども、うん、その時ってどうだったんですか、やっぱ10番っていう背番号を。いや僕ね94年に、初めて代表、はい、フル代表入って、はい、それまでオリンピックも入ったことないし、はい、ユースも他のも1回も入ったことなかったんですよ、はいはいはい、選ばれあんまりその日本代表っていうのに正直言って興味がなかった。日本代表っていうのはものすごいもう雲の上というか高い存在だと思ったので、ああもう全然自分なんかそんなとこじゃないなっていう。それで5月に発表、4月かな、発表あった時に94年の選ばれちゃって、え俺入っちゃっていいの。その時奈良橋さんって僕の1個上、はい、もう奈良僕憧れてたんで、はい、もうすごかったからね、はい、え奈良入んの俺入っちゃっていいのみたいな。最初そういう平塚の練習場で入りました、はい、その時でも J リーグに入ってるんですか。もちろんもちろん、はいはいはい、そう、あの時ちょうどあのドーハのあれが悲劇で、はい、メンバーがソフィリカになったんですよ、新しいメンバー。だから結構新しいメンバー僕含めて半分ぐらいもニューフェイスになったんですよ、はいはい、あそうなんですか、はい、だからもうマスコミが賛否両論、そう、もうそれがもう嫌でしたね。なるほど、持ち上げて一気にガーンと落とすという。それまだほら21だったんで、はいはいはい、うわ21歳で、そうそうそう、今だったら21なんか普通ですけど、うん、あの時だったら21若いじゃないですか。いやそうですよ、ね、小僧だったし、プレッシャーみたいなのはやっぱ感じながら。いや最初はね10番じゃなかったんですよ、僕キリンカップとアシックスカップっていうのがあって、その時6番だったんですよ、はい、サイドバックやってて、はい、その時は全くなく勢いでおーっていう感じでいけてたんですよ、はい、だけどアジア大会の時に日本でやったんですけど、鹿島でキャンプだったんですよ、はいはい、で部屋行ったらあのカバンが置いてあったのね、はい、背番号付きの、えそれ10だったんですよ、はい、その時僕じゃなくて10ってもうラモスさんもいなかったんで、はい、沢登りじゃないのって、普通は沢登りさん沢登りさんっていいじゃん、はい、それで俺が10だったからもうすぐスタッフに言いました、はい、俺じゃないんじゃないって。あ間違えてるのが、ああそしたらファルカンがいや呼ばれて、俺と前園が呼ばれて、ちょっとお前らこう期待してるから、はい、頑張れと、はい、っていう感じで10番、僕は望んでないですそしてやっぱりいろいろプレッシャーかけられる中、やっぱアジア大会は結果出せなかったんですよ、うん、全然活躍できなかったんですよ、はい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 、だからあまり10番はいい思い出はないですでもやめてこういうふうに元日本代表10番つっていろいろ呼んでもらえたりすることはいいかなっていうそれがなかったら、はい、まあそんな中でまあこう最近のこの J リーグとかそういったところってまあ開幕当時とまた全然違ってきてるとは思うんですけど、うん、あここがこういうとこ変わったなとかって感じるとこありますか。全く違うもんですけどね、うん、全く違いますね、全く違いますね。だから当時なんかもアマチュアですもん僕ら、うん、1年目2年目3年目ぐらいまでアマチュアですよ、うん、完全にお金はもらってるけど、うんうん、あのベルディ以外はあんまりそんなこうプロの意識っていうのはあんまなかったですね。チームではいるんですよ、何人かは確実に 3人か4人、はい、だけどそんなにこうじゃあアマチュアからすぐ1年目でプロになってさ意識持てるかって多分持てないですよ。やっぱあんだけ J リーグブームだから、どこチャンネルつけても J リーグ J リーグ J リーグじゃないですか、うん、雑誌にしても何にしても取材にしても、うんうん、やっぱり選手も勘違いしちゃうっていうか、あそれお金もなんか今までね僕なんか、21の時ですか、はい、その2年ぐらいまで高校生だった時に、はい、1万円の小遣いがいきなりさ何千万とかなったら変わりますよねえなんだよこれとかなっちゃうね。で取材やってはい10万あげる、えいいのみたいな感じ。いやでも確かにそうか変わりますよね。それが21歳とか2歳とかって時ですもんね。そう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 、それでお客さん もすごい入ってたし、うん、毎回そのもうスタジアムも満員になって、うん、でテレビでも中継されて、水道 PK あり延長ありやからもう何ですか、疲れるだけも。え言い訳はしたくないけど、はい、アジア大会で活躍できなかったそれもある。もう疲れちゃってるんですよ。あ水曜日試合、土曜日、今1週間2回じゃないですか、はい、たまに土日ありますけど、はい、あ水道が、はいはいはい、あの時は水道、うんうん、90分じゃないですよ、はい、延長あるんですよ30分 PK あるんですよ、はい、そして2日後また試合ですよ、はい、それが44試合あって、はい、ナビスコカップがあって、はい、代表あって、はい、無理でしょそれ無理でしょ、ね、無理でしょ、やらせすぎだと、やらせすぎだから俺手術10回もすることになっちゃったんですよ。あ今結構やっぱもっと選手が守られてるよね。日程にしても、はい、そのチームがその選手いろんなことをカバーしてくれるんで、うんうん、選手はやりやすいんじゃないですか、キャンプにしてもいろんなことが。なるほど、はい、来季ちょっと注目している、うんまあ、ゴールキーパーの選手をですね、うん、岩本さんに最後お伺いしたいと思うんですけれども、いや結構キーパーいい選手、若い人いっぱいいますよね。あレッツで鈴木財雄、はい、鈴木財雄は来年来るんじゃないかなっていう。
そのなんかポイントというかこういう持ち味があるみたいな、身体能力もすごいですし、はい、やっぱキーパーって日本の弱点で、このワールドカップの2018年のベルギー戦負けた時もそうなんですけど、やっぱり高いハイボールに弱いんですよ。正面の真正面で背後に振られちゃうと日本でサイドバックも含めて弱いんですよ。で僕現地で見てたんですけど、ワールドカップの時に、はい、ああそこやっぱ鍛えないといけないなっていうか、そこを修正しないと、はい、やっぱベスト8とか、うんうん、なんか難しい中で、うん、やっぱそこを鍛えれば、うん、彼らなんかできるんじゃないかなっていう。あとビルドアップ、ほら西川選手が今レッズでしょ、はいはい、キック一番上手いじゃないですか、そのうん、ゲームメイク、はい、そういういい見本もいるし、うん、だから環境整ってるし、うん、いいんじゃないかなって言われますけど、はい、やっぱ本並さんから見てもそうですか。そうですね、やっぱり若い選手でね、結構あの身長もあって高さもあり、うん、足元もできる選手がたくさん増えてるんですけど、うんうん、まあ、来シーズンはもうワールドカップ始まるんで、うん、やっぱ日本代表のキーパー、はい、まあ、ゴンちゃん中心に、うん、まあ、谷だったり、うん、まあ、誰が入ってくるか分からないですけど、まあ、いろんな選手が入ってくるんですけども、まあ、そういう選手やっぱ注目ですよね。だキーパーも本当に今いい選手いっぱいいますよ。結構層が厚くなってきてるって感じなんです